こんがりとしたきつね色の焼き目が食欲をそそる餃子。天津札幌はエスタ大食品街で3店舗を構える中華惣菜のお店です。一番人気のスタミナ餃子をはじめ、中華弁当や焼きそばなど、ランチや夜ご飯にもぴったりの商品が並びます。手際よく接客をこなすのは16年勤める鈴木聖子さん。お客様には結構並んで順番待ちしていただいてるんですけれども、その中でも少しでも会話しながら接客してました。最後まで真心を込めて接客したいと思います。地下1階のエスタ大食品街、毎日たくさんの人が利用するエスタの代名詞ともいえるフロアです。帰り際に夕飯のおかずになるようなものとか、ここで買い物をしてバス乗って帰るということが多かったので、本当になんか来やすいとこでしたね。なんか身軽に来れたような感じです。デパ地下とは一味違う、まさに日常使いができる食品街。しかし一時窮地に陥ったこともありました。2000年12月、中心のテナントだった札幌そごうが閉店。エスタは1階から9階までの売り場をすっぽりと失ってしまったのです。閉店から一夜明けたそごう10階のレストラン街です。お昼時を迎えていますが、人通りは少なくなっています。10階のレストラン街と地下の食品街に残った店舗だけで営業を続けるという異例の状況。各店舗も売り上げの影響に不安を抱えることになりました。中華惣菜の天津札幌が出店したのはそごう閉店からわずか3ヶ月後。再びエスタを盛り上げようと前向きな気持ちでの出店だったといいます。少しでも並んでる状態を作って、ちょっと賑やかな感情、雰囲気を作って、とにかくなるべくすぐ食べるお客さんに温かいものを来てから盛るっていうようなスタイルをやって、少しずつお客様に認知してもらえるようになって、エスタの売り場全体を束ねる松井歩美店長です。当時のテナントへの感謝が尽きないといいます。出店されてるお店の方も、上が何人も営業してなくって、ここだけで商売されるできるんだろうかとかって、いろんな思いの中で頑張ってやっていただけたっていうのは本当に感謝ですね。2009年から2015年までの間にもエスタの店長を務めていた松井さんは、人気大型雑貨店のロフトを呼び込むなど集客に奔走。あえてターゲットを決めず、幅広い年齢層が利用する商業施設へと成長させていきました。売り場の商品展開もそうなんですが、とにかくエスタに来たら楽しいよ、楽しくなるんだよっていう、そんな思いでもう皆さんにそれをお願いしてました。各店舗ではそれぞれの工夫でヒット商品も生まれました。老舗とんかつ店玉富士のショーケースに並んでいたのはカツカレー棒。ご飯とカレーを豚肉で巻いてサクッと揚げた手軽に食べられるユニークな一品。2010年の発売開始以来、1日200本も売れることもある人気商品。それで終わり。終わり。エスタ閉店が決まってからも買いに来る客が後を絶ちません。中に全部入ってるんで、本当のカレー、カツカレーで、昔からここできた時から。あ、じゃあもうファンなんだ。そうです。店員の三浦恵美子さんはなんと77歳。33年間エスタで店の看板として働き続けてきました。カツカレー部も私担当者だったのですごかったんですね。そのおかげで気は全然、それで一生懸命で、なんとかやっております。カツカレー棒は移転先の札幌東急店で販売が続けられますが、三浦さんはエスタ閉店とともに卒業するということです。
もういろんなお客さんがいらっしゃってね、おばちゃんおばちゃんって言ってくださるのでね、とっても嬉しく思ってます。お客さんのにね、本当に育ててもらいました。私全然何にもこういう運動できなかったんですね。まあなんとか務めさせていただきました。ゲスト店限定ギガエクレアもご用意しております。いかがでしょうか。札幌そごう、フェスタ、共に歩んできた老舗のテナント、それぞれが個性豊かな品揃いと客との距離を大切に営業を続けてきました。客数に関しては他の店舗の倍以上エスタ店はあるので、たくさんのお客様に接客できるっていうのがエスタ店の強みでした。やはり旬な食材を美味しい状態で自信を持ってお客様に提供できたというのが一番思い出に残っております。観光でいらっしゃるお客様もたくさんいらっしゃいまして、また来たよですとか、お土産はここで買うことに決めてるんだなんていう方もたくさんいらっしゃって、大変感謝しております。エスタで最後の店長を務める松井あゆみさん。とにかくエスタはエキサイトエスタなんで、駅の近くでエキサイティングなワクワクする商業施設ということですので、最後まで楽しいエスタでお客様と一緒に、ショップの皆さんと一緒にクローズできたらなと思います。札幌の中心部にありながら身近な存在として親しまれてきたエスタ、このあと45年の歴史に幕を下ろします。